福岡ジビエプレゼンツ簡単おいしいジビエ料理。皆さんこんにちは、管理栄養士で福岡山口県で初心者さん向き料理教室を主催するけんちゃん先生こと鎌村健司です。よろしくお願いします。ジビエとはフランス語で狩猟で捕獲した野生鳥獣の肉や料理のことを言います。実は福岡県でもイノシシやシカといった美味しいジビエが手に入るんですよ。ジビエの中でもイノシシ肉はビタミン B 群、鉄分が豊富で代謝を整えてくれるんです。そんな栄養豊富な福岡県のイノシシ肉を使ったレシピをご紹介します。今回ご紹介するのは揚げない酢イノシシ、酢豚をイノシシ肉で作っちゃいました。これで完成です。お家にある調味料で簡単に作れます。ぜひチャレンジしてみてくださいね。福岡ジビエの店で検索。